切なペットをいじめる。カラスを退治するために、あの業界の人に抹殺を依頼した。わかった。引き受けよう。彼は真っ赤なスポーツカーで現れた。彼はカラスの群れを前に不敵に微笑むと、ひたすら拳銃を撃ちまくった。違う、それはカラスじゃない。ハリー、大丈夫か？よかった、羽干しをしているだけだった。茶番劇はここまで。もうないですか？これなんでパンパン音がするの？エアガンで。レーシングカーのマフラーもそうやって手曲げしてたんですか？いや、ここは検査官なんで。これ、いや、マジですぐ焼ける。みんな、すぐ焼けるよ。取らんとダメだよ。熱い、熱い。どういう集まり？チームつくでの集まりです。チームつくでの集まりですね。そうなんです。悪魔な人が今日集まる会ですかと、その仲間たち。じゃあ今日はいい天気になってよかった。乾杯。乾杯。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。でもその計画は進んどるもん。冗談だし、本当の話だもんね。漬物もあるんで。監督、今日の目標は？目標は、まあ、スープラオーコーナーに混じって楽しみます。腕が美味しい。あー、うまそう。キュウリ。今日これ何の会でした？今日ね、チームつくでのバーベキュー大会、はい、お誘いいただきありがとうございます。いえいえいえ、お越しいただきました。こうやって悪魔な人たちを勧誘していくんですか？どん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 勧誘してる。なんでこんな本格的な機材があるんですか？ってこいって言われたの。何をされてる方ですか？キッチンカーです。うちは信州料理、山賊焼き。じゃあ今度食べに行きます。ありがとうございます。普段は何乗られてるんですか？普段は NC ロードスター。そうですか、見たかった。いやー、本当にタイミングがちょっと一日違いで、ね、あー残念。何のオーナーさんでした？あ、俺 GR86 になってます。あ、86。またじゃあ今度撮らせてください。ありがとうございます。こんにちは。何のお車乗ってるんでした？ご存知ですよね。何が見えます？ちょっと派手なのか。ちょっと派手なのか。あー、イベンチュリー30万ぐらいしますよね。それは何でした？赤いやつ。これオイルセパレーターって。あの見えんところに保証がついてるサブコンですもんね。あー、はい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 、黒だもんね。意外とわからんかもしれない。これサブコンは残念だな、あんな、ね、あんな見えんところに。何も言わんかった、黙ってたらな。これってあれもタービンとかね。あ、4290ですね。はい、ベンチリーズ。ここだけ見たら見えない。そうなんだ、お前。向けで、そう。だから本当に純正のなんかよりって感じだとね。そうですね。うん、乗りやすい。どこにスイッチがあるんですか？スポーツモードでカチン。あ、そうなんですか。じゃあ純正と同じようにできるんですか？
へー。あとまた一つ残念なやつが、インタークラーも書いてるんですけど、これ全然中で覗き込んでこう見らんと。あ、見えないですか。見えない。どこのやつでした。CSF やっぱり同じやつ多分いそうと思って、多分同じことをしてるはずです。へー。あー、リドックスさんの。え、でスープラ用のカナードってなんかカーボンのやつで10から3ヶ月ぐらいかかるって書いて。これエアロってリドックス？あ、そうですね、リドックスさん。前と横と後ろ。マフラーは HKS さんのやつですよね。で、リングがサーブさん。サーブさん。これもかっこいいですよね。綺麗。真後ろから見るとちょうどこのスープラのお尻と線こんな感じで、これで車検対応なので。でもこれ角度変わりますね、多分。スープラのやつは固定なんだ。あ、そうなんだ。で、ステーだけで物を受けたりするんですけど、とかのステーとかだと変えれるっていう話をしたら、ステー変えて、はい、高さ出したりと。これグレードは何なんですか？ RZ。RZ なんですか？ Q1 の時代のやつ。Q1 ですか？このスープラって書いてあるもんね。あ、アドバン。オリドさんおすすめのやつだよね。オリドさん。オリドさん好きで。どっかサーキットとか走り行かれるんですか？来月、再来月ぐらいですかね。あ、本当ですか？はい、ビューしようかな。はいはいはい。気をつけてください。楽しいですけど。飛騨牛カー持ってきましたんで。あいや、いいです。すごいですよ。マジか。行きます？あたす。肉がもう最高。なんかもう何年もこんなん食ったことないぐらいの。あ、いいですか。どうぞどうぞ。うん。うま。最高。最近食べさせてる。めちゃくちゃうまい本当。食べました？食べてます。あたす。行きます。宝石箱ですよこれ。あんまりなんていうんですかね、お客さんの割合で言ったらやっぱバンド好きな人めっちゃ少ないんで、なかなかこういう話できなくて。誰かそういう人、そう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 、話ができる人効果ないですね。マスターはバンドマンだったんですか？バンドマンでしたね。そうです。メカニックさんは、まあ、やりながらですね。メカニックっていうか検査官ですね。そうです。サラリーマンやりながらバンドマンだったんで。有名なとこですよね、勤められてた。どうなんですかね。西浦さ、西浦を経営してるところ。ですあ、伊藤レーシー18年ぐらいお、そこでメカをされながらバンドもやられてて。そうですね、検査官やりながら、はい、バンドやってました、ずっと。あ、14年ぐらいですかね。バンドはどういうところでやってたんですか？名古屋ですね。で、このお店は去年ですね、されて。なんか車好きの人がすごく集まってるじゃないですか。です、ね、なんかきっかけかなんかあったんですか？経歴的には全然牛さんより先に来てる人いるんですけど、やっぱ牛さんたちが来るようになったのは大きかったですかね、マリさん。毎週とか毎日来てる人たちいますもんね。そうですね、週5の人もいるし。多分今スープラが来ない週末もなさそうな感じで、先日テレビにも出てましたね、お店がね。ありがたいですよね。あれ、なんかきっかけがあったんですか？いや、テレビはでも本当、最近やったキャッチの方は、はい、ネットで見つけてくれたって感じでしたね。たまたま運よく。はい。今日もう開業初年度から大黒字ですね。いやいや、全然まだまだこれからなんだ。これからこれからもよろしくお願いします。あ、ちょっとコミニ屋さんですけど、はい、月末、はい、なんかイベントを待たされる。あ、そう、4月29日土曜日ですね。はい、宇宙化反転ギャラクシーっていう名前で夜通過営業なんで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。満足ですか？面白いですか？じゃあマスターも久しぶりにバンドの、うん、音楽の話ができて喜んだんで、はい、もしマスターがバンドマンのこと知ってたんで、はい、で今話したら、はい、全然僕には分からない話コアな話されてますね。そうですよね。結構僕も知ってる人とか、はい、結構、はい、実際に会って知られてるってことでね、うんうんうん、結構良かったです、はい、僕もしたくて、バンドの話したくて、Twitter にもそういうことを書いてあるんだけど、はい、誰もしてくれないなって寂しいなと思ったんです。
わかりました。じゃあバンドの話をされたい方はぜひ。そうですね、はい、ありがとうございました。